はい、ですね、今日はね、導火線についての話なんですけど、マッチで火つけるんじゃなくて、これね、スパーク花火を導火線代わりにすれば必ず火がつくんじゃないかって思って、そのね、スパーク花火を導火線代わりにして使おうと思ってます。燃焼30秒なんで、30秒じゃなくてもまあスターマインとかね、すごくいい感じに火つくんじゃないかなと思って、今日動画撮りました。で、今畳の部屋なんですけど、すんごい寒くて、ちょっと声が変になるかもしれないですけど、ご了承ください。で、これですね、まあこれは導火線に使ってくるんですけど、どうしようかな、あ、これいっとこうかな、これいって終わろう。今日は今年のまだ先って言ってもまっすぐもうすぐ来ちゃうのでね、やっぱ1ヶ月1ヶ月経つのは、ね、来るのは早いんで、なのでね、まあ、7月のプログラムね、今さっき作っててある程度配置はできたんですけど、名前変えちゃうとまた消すのに、変える時にね、消すのに大変だから、まあ名前は書かずに現地行って、その通りにしたかったらその通りにしてって感じですね。まあ、とりあえず配置は決めてるんですけど、まあ、今から言うことは、金キラ柳、通称金カムロ、うん、それを、まあ、15発以上って言ってたじゃないですか、10発以上やります。10発以上、うん、だから20発ですね。20発のフィナーレで迎えたいと思います。7月ね、毎年恒例7月は3万2000ぐらいかな、もうそんぐらい買いたいなね。前までね、毎年2回やってて、で、まあ、いつもね、そんぐらい使ってたんですけど、3万6000、うん、そんぐらいか、うん、もう今の話とは全然もう違うぐらいの額なってるんですけどね、本当にこれからもね、よろしくお願いしますね。ということで、まあもうちょっとね、話したいことがあるんですけど、扇打ちですね。扇打ちはまあうまいことを生かすためにはどうしたらいいかと思ってですね、発泡スチロール、うん、いやダメだな、ですね、うん、発泡スチロールで手持ち花火に火つけて、手持ち花火に火つけるときに導火線に火ついちゃったらもうまた同じことになるから、どうしよっかなと思ったんですよね。で、その時に思いついたのがあれなんですよ。なんかだいぶ前にね、こう事故か、花火の事故か、誰かがなんか、まあ本当に花火好きでやってない人ですね、あれは。絶対あの行為はスパーク花火を10本、いや10本じゃねえな、何、まあ何十本とか束にして火つけたら全身やけどかな。で、なんか花火師さんが言うには、その手持ち花火の、まあスパーク花火を束にしてやると、まあ、小さい花火のサイズぐらいの火力はあるみたいな話がだいぶ前にね、本当にあって、うん、
まあ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 ね、それはすごいですね。でそれがどうしたのっていう話になるんですけど、まあそんぐらいの威力があるってことは、まあ導火線にね、あの、まあ、ある程度ロケット花火1個ぐらいこの時期やらない、花火やらない時期にちょっとだけ1枚で1袋ぐらい買っといて、1袋、まあ2袋ぐらい、うん、だいぶ長くないとね、もう手元じゃねえな、全身やけどだから全身やけどしちゃうので、ビッグファイヤーもビッグファイヤーね、もうあの全身やけどで、あの多分急遽僕のカメラを親が手に取って、あ、まあ僕がね全身やけどなんで今日で卒業しますみたいななっちゃうとまずいので、さすがにね。なので導火線を結構長くして、あ、それもあれか、それもふん、何件早く喋れないと相手が入っちゃう。スパーク花火でいいか、それもスパーク花火でいいや、うん、まあ、スパーク花火で買って、今言ったロケット花火の一袋買うっていうのはなしで、うん、まあこれは多分僕の予想ですよ。僕の予想はまあスパーク花火、まあ買えるだけね買って100本ずつ買っちゃえばいいんじゃないですかね。買っちゃってもうこんな感じでもう本当にね、あの扇打ち今年もうそれでも綺麗でしたよって言ってくれた方がいて本当に嬉しくって、マジで本当に、うん、3つはうまくいったんですよ。あの後の2本がねピッピッて左右になったのが僕的にはまあ綺麗綺麗っちゃ綺麗なんですよ。綺麗花火だからもちろん綺麗っちゃ綺麗なんだけど納得がいかなかったんで、うん、絶対とは言えない、まあ、絶対とは言えないんですけど導火線をなるべくちょっと真ん中あたりに束になるように折り曲げて、でまあでスパーク花火の火力で火をつけるとドコドコドコみたいな感じになるんじゃないですかね。まあ今年の夏もね、扇打ち2セットで、うん、やってこうと思ってるんで、その辺もよろしくお願いします。で使用してる花火は、まあ、いつもと同じになっちゃうんですけど、上げ方が違う、上げる量が違うとのことで、うん、で初めて買う花火あるかな、今ね品薄でちょっとあの同じ花火とりあえずね、うん、なカートに入れた花火はね同じ花火なんですけど、やったことない花火を1個でも入れたらいいなぐらいで、うん、多分5月ぐらいになればもっと新しいの出てくると思うんで、うん、すごいんですよ本当に。あのハートを打ち上げてっていう名前の打ち上げ花火があって、ハートが開いてからジュワってなるんですよ、そのバチバチ星がね、バチバチなる星が。なんで本当に花火大会で打ち上がってる花火が市販用のサイズになったなっていう感じですね。ハートだからうまく内筒だろうし、まあ、300何円だから内筒だろうし、まあうまく開くか分かんない、あでもハートだ、ハートか、見た感じサイズ的に小さかったんだけど、
丸玉かもしれないですね。僕の想像丸玉っていうと、あの縦長もでかく、縦長もまあまあな高さあって筒も太いって感じなんですけど、まあ、想像できないですね。ちょっとでもそれはまあまたチャレンジってことで、なんかあの少なめにやるときにね、まあお試しでやってみたいと思います。そういう時はうまくいかなかったらごめんねって感じで、うん。なのでそうですね、導火線の話とそういう話、そういうあの何あの新しい花火が出ましたよみたいな話で今日のところは終わりたいと思います。じゃあご視聴ありがとうございました。いつもありがとうございます。本当に見ていただき誠に本当に嬉しく思ってます。じゃあまたあのあげる日は多分ね、一応ねあげる日は5月か、まあ6月はね梅雨だからね、うん、あげれないと思うんだけど、4月か5月まああげれたらあげますんで、お願いします。すぐですよ。4月5時。5時。4月と 5月はもう本当にすぐ来ちゃうんで。ってことは7月 もうあっという間ですよ、1年。ざっくり言うと、1年はあっという間。本当に。うん。なんで、どんどんプログラム立てるんだったら立てないと、俺もう間に合わないんじゃないかっていう恐怖感があってですね。まあ頑張ります。うん、そこはね、本当に花火が好きならそんぐらい頑張らないといかんすね。ではご視聴ありがとうございました。いつも2回言ってるよね。すいません。じゃあご視聴ありがとうございました。3回目、うん、またお願いします。